岡野山美術館全景西脇市岡の山美術館は兵庫県西脇市の統計135度と北緯35度の交点にあたる日本へそ公園内にある美術館。西脇市出身の横尾忠則の作品を主に展示、収納する目的で1984年10月に開館。建物の設計は磯崎新。2013年以降は 現代美術の展示拠点として新スタートを切った。西脇市出身の芸術家の横尾忠則の作品展示と保存を目的として1984年に開館した。現在は現代美術の展示拠点としての美術館として運営されている。横尾作品の展示だけでなく様々な催し物が行われるほか、横尾のアートグッズの販売も行われている。建物の設計は 磯崎新で停車中の三両連結の列車車両をイメージしたユニークな外観だが玄関はルネッサンス様式を踏襲している。兵庫国コ,コ,コロンカードの対象施設になっている。ビエンナーレ方式で全国公募展、西脇市、サムホール対象展が開催される。瞑想室外観瞑想室内部。ピラミッドパワーを体感できる容器とされている。内部より玄関方面と 横をただのり東藩壁画を望む内部、フロア切り写真伝風の円柱を採用したアーチ型の屋根。屋外には横をただのり東藩壁画が展示される。1階にはプロジェクションルーム、ミーティングルーム、倉庫があり、2階にはギャラリーが設置される。1階と2階は金属製の螺旋階段により接続されている。現代美術作品を中心に展示される。 横をも強く興味を持っている瞑想ができる部屋。金色の天井でピラミッド型となっており、かつてブームになったピラミッドパワーを感じることのできる設計となっている。本館と接続されているが、現在は外からしか入れない。地域の作家の作品を展示紹介する建物。アトリエシリーズ、ワークショップ等が開催される。本館とアトリエの間には中庭がある。 美術講座、実習等に利用される。AAB 西は木市岡の山美術館公式サイト、J、キャストニュース、30分待たせるのはどこまで失礼か。横尾忠則氏の特別展、延期に、発展2018年9月19日17時53分。2019年9月30日閲覧。神戸新聞、横尾忠則さん開催延期トラブルも、 作品題材に特別展開幕。2019年9月30日閲覧。ABCDEF 西脇一岡の山美術館館内施設。ありがとうございます。